はい、今日はね、リクエストの中で、まあリクエストね、いろいろこう受けるんやけど、リクエストの中でね、我が家のね、大きい多肉を紹介してくれっていうことがあったんですよ。でね、自分自身がね、こう 2.5 スのプラチ、ここでこう比較で置いたんですけどね、うん、これぐらいのサイズでほとんど育ててるんで、あんまりね、大きいのはないんですよ。うん、黒胞子はね、結構大きいんやけど、高さがあるからこう画面にこう収まりきれんというかね、黒胞子に合わせて、撮影してしまうと黒胞子だけしか映らないような感じになるからですね、まあそれは避けたけん、一応まあね、これぐらいどうかなって思うのをちょっとね、こちらに用意したんですよ。だからこれでね、まあサイズ感のこう比較っていうかね、それ見てもらいたいんやけど、まあどれからいきますかね。これいきますか、もう手前の映ってねえけど。これがね、八千代ですね。ね、こういうほら、バナナの葉っぱみたいなんでね、こう、紅葉するとね、こうオレンジ色とかになって綺麗なんですよ。で、こういうね、こう縦に縦に伸びるタイプやね。だからこれはね、ここ、もともと一本なんですよ。で、ここをちょん切っていくとね、こういうふうに他の枝が出てきてね、こういうふうにね、ほら、こう、群生というか、こう、株立ちしてかっこよくなるよね。うん。ここもそうでしょ。ここちょん切って、そしたらこれがビーッとこう出てきてね、うん、こういうふうになる。初心者さんはね、なかなかこの、これを切るのをためらうんよね。怖がってね。うん。だけどこれ切るとね、結局その上伸びようとしてた勢いっていうか、あれが他に出てね、こういうふうになっていくんですよね。こんな感じね。うん。いいでしょ、なかなかね。これ女性ね、人気結構高いですよ、これ。やつよね。うん。こういうのがあります。また空がね、うろ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 。画面に映ってませんけどね。これいくかね、これ。これがね、ゴーラムって言ってクラッサやな、ゴーラムね。こういうやつね、うん、木立ちしてね、これ夏型やったかな、うん、夏に強いタイプ。こうね、これ見てるとこうなんかな、宇宙人っていうかね、昔ね、誰もわからないけどキャプテンウルトラってなんかあったよね。あ、しょうもないこう、しょうもない伝わりか、また、特撮のね、それに出てきたこう宇宙人のイメージがあるよな、このゴーラムはね、うん。でね、これがね、こういうふうにね、これがこう、ゴーラムの石化みたいなのかな。ほら、普通こういう一枚一枚の葉でしょ。これ見てください、ほら。三枚がこう、一緒くたになってるでしょうかね。うん。こういうふうになってますよ。ね。普通一個ずつでしょ。けど、ほら、こんな感じになってるね。うん。こういうような成長してるんで、まあこれだけはちょっとこっから切ってね、なんか別の育てても面白いかなと思います。これね、クラスラのゴーラム。なんか自分の中でこう、なんか宇宙っていうかね、なんかそういう感じのこうイメージがあるね、これはね。はい、これゴーラムね。で、こちらがね、なかなかこれも植え替えしてねえやけどね、これがですね、カリフォルニアサンセットやな。うん。これ結構ね、通年こう赤いですよ、こちらはね。うん、こんな感じでね。これもね、どうかな、ここを詰めちゃうな、こう切ったりしような。うん。でね、完全にね、もうほんとこう木質化してからね。うん。これね、これ水割れかな、水をかなりこう含みすぎるとこう葉が割れたような形なのかな、こう膨張しすぎてね。うん。これ結構強いですよね、ここら辺も詰めてるね。ここも一回切っちゃうな。うん。これはね、自分のあれにも植えてるんですよ。流し台プランターにもね。うん。で、結構こう、なんだ、野ざらしというかね、そんな感じにしても比較的これは強いタイプかなと思います。まあ、さすがにね、もう植え替え時期なんですけどね。また例によってね、やってないというね、そういう感じになります。これがね、カリフォルニアサンセットやな。で、こちらがね、これもね、女性とか好きやろな。これがね、熊童子やな。こう熊のね、こう熊のこう手みたいでしょ。こうね、こういうふうに、ほら、こんな感じでね、うん、ある。これもね、こういうふうにね、うん、こう茎は細いけど、こう木質化してね、
茎立ちしていい感じですね。これ冬に弱いとか言われるけどね、やっぱりこれもあれかな、他の多肉と一緒で、根がしっかり張っとけばね、外でもこう耐えきれるのかなと。まあ大分はね、マイナス、まあ市内であればね、マイナス2度3度っていうのがまあ限界かな。まあたまにねマイナス5度とかあるけど、まあマイナス2、3度まではね耐えきれるかなっていう印象がありますけどね、こう可愛い多肉。コチレドン、コチドレン、コチレドンでいいかね。なんか前も同じようなこと言ったかもしれんけどね、こういうふうにね、熊同士こう可愛いね、葉を一個一個見ていくとこう可愛いね、多肉です。こういうやつね。それとね、これがね、クラスラのブルーリボンやな。なんかね、木立ち多肉ばっかりになってますけどね、これもこういう風になってね、葉がこういう、こう薄い感じでね、これちょっとこう、なんていうかな、葉がこう、なんて表現すればいいかな、ふにゃふにゃっていうか、こうくにゃくにゃっていうかね、そういう感じの成長を見せて、これもまあね、珍しいようなタイプですね。クラスラーはね、まあ火祭りもそうやけど、いろいろこうタイプ多いですね。春秋型もあるし、夏もある、冬型もある。それと火祭りもクラスラだし、これもクラスラだし、さっき言った、こちらのねゴーラムもクラスラなんで、クラスラっていうのはこうすごくこう広いですね、こう形とか、成長パターンとかね、そういう感じで、ありますね。最初はね、俺もクラスラばっかり集めたからね、クラスラコレクターやったけどね、最近はエケベリアがね多いけどね、こういう感じのものもあります。それとね、あとはもうリエルさんやな。リエルさんの苗しかないね。これがね、ルドルフ、こうね、パパのこの札がついてね、パパこれみたいなね感じで、これが結構ねこういうふうに大きい鉢に植えてて、これちょっともう枯れちゃってるかな。こういうふうにね、葉がねちょっと4つ取りますけどね。まあさあ、今からですね、このロゼットがぐーっと締まり出して、かなり色づいてくるでしょうね。葉数も多くてね、夏ちょっとうまくね、乗り越えてくれようと思ってたら、まあね、いい感じでね、乗り越えてくれました。でね、葉がねこれ以上開くとね、やばいけど、ここら辺ぐらいからだったらね、またぐーっとね、ぐーっと上を向いてね、締まってくるからですね。まあこれからがね、まだねこういうふうに緑やけど、まあここら辺が少しね、赤色がかってるけど、これからがね、すごい楽しみですね。リエールさん内のねルードルフね、赤すもくてね、この緑の濃さもいいね。まあ紅葉もいいけどね、はい、こういう感じです。それと最後がね、最後がこれがまた人気のね、あれね、マディーバね、こう迫力ある人からね、これ何寸の鉢かな、これがね、4寸やな。4寸の鉢やね、に植えてね。こうやっぱね、特徴的なのがこの葉のうねりやね。ほら、くねくねくね。やっぱ葉が、日によく当たらんやったらね、あんまりこのうねりっていうのはこう弱いみたいやけど、やっぱ日によく当ててね、少し水はまあ厳しめかな。そうなるとね、こういうふうにね、このうねりがね、うねりがこうあればあるほどこうかっこいいですね。これね、まあね、これはやっぱりある程度ね、小さい苗の時にはね、あんまりこういうこううねりは出てこないけど、ある程度の大きさになるとね、こういうふうにうねってかっこいいです。これもね、かなり人気の苗だと思います。ね、大正堂さんとかもね、今がちょうど、イベント中になるかな。まあ、これもね、かなり人気になるんじゃないでしょうかね。はい。まあね、以上ね、あまり大きいのはね、ないんやけどね。まあ、普通はね、自分はその、このサイズやけんね。まあ、これはね、赤い星なんやけどね。あ、昨日か。昨日、マカベアナをね、ちょっと紹介したけどね。これはね、アガボイデスのマカベアナとも言うんやねんかな。確か。確か間違ってねえと思うけどね。赤い星ね。こういうふうに群生してね、こうなるんやけど。あ、まあ、これ、ちょっと話がずれたけどね。普通は、自分はこのサイズね。だけど、まあ、
そっからしてみればまあね、これは大きいうちの多肉かなっていう感じでした。はい、ね、今日も参考になったですかね、どうですかね。はい、ならまあ今日は、そういったところで、終わりたいと思います。チャンネル登録もね、していただけると、動画投稿のね、また励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。それではまた。